はい、どうも、タクタクです。キリカ提言、そうやっていきたいと思います。さて、中庭に行く、どうやって、あ、いる。ナソンちゃんのことお願い。僕がしでかしたことの始末は、他でもない二人に任せるなんて先の男だけど、ナソンちゃんは二人持ってるんだから、わからね。中庭への行き方を教えてもらえるかな。なんか今ちょっと違うメッセージでしたな、軽く。思えば、ミツヤ、君はずっと僕への復讐の気持ちをさりげなく僕に伝えていたんだよね。あの歌もそうだったしさ。え、そうだ。わかってたの？ちょっと全然ピンと聞けない。頭悪すぎて俺が。ちょっと清めのお水を。持ってんだよな。いいや。え、中庭への行き方は？ちょっと。そうやっていくの？こことか見たんだよな。中庭でしょ？ちょっと構造的にさ。うん。今のが使用人室かな？サロン？っていうかなんかこの間かなんか行けない。なんか。行く場所ない。あ、こっち、ん？手出てるやつ。まあ出てる。サロンから行けんのかな？中庭って普通どうやって出んのみんな。タクタクさんにちょっと教えてくんないかな？これ火つく？つかない？中庭？これ書いてる、ここの。うん。あ、これ調べてね、そういえば。からかな。これキッチンだもんね、ここね。どうやって行くの？ちょっとガチで。中庭どうやって行く？お貴様、中庭どうやって行くか教えろ。ちょっと待って。え？出られるかな今なら。無理だよ。中庭。ちょっと待って。中庭、行くすべは？食堂は行けないでしょ？ 101 と、なんかこの、使用人室とかのなんか、あれだね、空間でも行けないんだよな。謎の空間。怖い間取りじゃない？これ。え？これか？これじゃないよね、でもね。ちょっと待って、マジで。行き方、行き方。上から行くのかな？え、中庭って普通どうやって行くみんな。うん。ここ出ちゃうでしょ？ここ行くでしょ？ここ普通の部屋だもんね。ここ何？工具室。工具室からはどうやっても行かないよね、普通ね。うん。音楽室からは行かないでしょ、さらには。こっから行くんじゃないの？わっ、なんか光ってる。中庭の鍵！サスケの下で首から上が食いちぎられるかのようにない。そんな殺され方あります？あ、ここあ、ここか。あ、なるほど。こっちから行けんの？怪しい。怪しさしかない。ここだけ地面が掘り返された跡がある。あれ、ちょっ、うん、どないせと。あれ？スコップ的なもの？スコップ的なものかな？
掘り返さなきゃいけないとなるとスコップ的なものが必要。それこそない。工具室にない。倉庫、一回行ってみよう。倉庫って入ったことあったっけ。こう来て、あったっけ。あ、倉庫って中庭から入れた。え、どうやって入る。いや、扉のやつがないから、ここ扉のやつがないからさ。おい、お、お前スコップどこ。上行こう。どこさ。え、もう一回ちょっと中庭行くわ。え、倉庫、倉庫行ける方法あった。今構図的には、あ、もしかしてこの辺入れる。いや、入れる。これ壁にひびが入っている。よく見るとこの部分は他の壁と色合いが違う気がする。ふんふん。これ槍、これ槍に混じって小さめの斧や吊る橋がある。吊る橋、ちょっと吊る橋でこれ使って、よし。あ、まあ、ポッキリで落ちてしまった。あ、ここ繋がっている。解放された者たちの遺骸をここに保管しておく。あ、なるほど。これじゃ解放されたやん。あ、スコップ、こういうとこもあり。じゃあいよいよこれで掘り起こして清めればあれですね、ハッピーエンドですね。もうハッピーなことなんか一つもない気もしますけども。掘ってみよう。俺がやるから見張っててくれ。うん、ありがとう、三ツ矢くん。なぜ見張る必要があるのか。あ、まあまあ、音量が来るかもしれないもんね。ナスの頭蓋骨を手に入れた。来るぞ。ナスの。待たせてごめんな。今全部終わらせてやるから。俺たちが全部。シャバン。ナスノちゃん、ナスノ、約束守れなくてごめんな。お前が生きているうちに戻ってきて やらなくて。マヤくん、寂しかっただろう、辛かっただろう。最後の瞬間まで俺の名前を呼んで、でも俺は助けられなかった。遠い場所でお前の死を知ることもなく過ごしていた。私もそう。うん、私の方が一緒にいながら、一体どうしてナスノちゃんが殺されたのか、それすらも分からなかった。もしかしたら事件が起きる前に何かに気づいていたなら止められたかもしれないのに。はるちゃん、助けて。ナスノ、本当にすまない。来るのがあまりにも遅すぎたけれど、もうこれで終わりだ。これでお前の苦しみは終わりだから。お前終わるんか。すがすがしい空。ありがとう、マヤくん、ハルちゃん。やっと元気に元に戻れたのね。死の瞬間の怒りと悲しみだけが支配してた世界からやっと抜け出せた。二人のおかげよ、本当にありがとう。よかった、ずっと悔やんでた。あれからの俺はずっとお前のことばかり考えて生きてきた。どうすればあの日駆けつけられなかったことの償いができるのかって。そして今日ミツヤくんは来てくれたわ、私の無念を晴らすためにね。その方法が中屋敷くんを殺すことだったっていうのはちょっと残念だったけど、怒りに取りつかれていた私がそれをやりかけたというのは悲しいけど、でもそこにハルちゃんがいてくれたのは大きな救いだった。ハルちゃんがいなければ今日の出来事はきっと救いのない悲劇にしかならなかっただろうから。そうかな、そう言ってくれるなら、うん、ありがとね。ふふ、ハルちゃんやっぱり可愛いわね。小学校の頃二人を引っ張っていったのは私だったけど、
私たちの中心にいたのは実はハルちゃんだったと私は思ってるわ。そろそろお別れの時間。もう私は何にも縛られずにあっち側に行くことができるわ。ナスド、俺はそうね、心残りがあるとしたならそれかな。マヤ君、私はマヤ君のことが今でも好きよ。俺もだよ、ナスノ。だけどマヤ君、気づいてあげて。うん、もう気づいてると思う。いつまでも私のことを思い続けても何も変わらないから。だから今あなたのことを大切に思っている人をそばにいてあげてね。だってね、ハルちゃん、そんなの遠慮しすぎでしょ。もう私のことは気にせずにね、自分の思うまま生きていってほしいな。もうこんな時に言うあれ？ふふ、だってこんな時にしか言えないじゃない。それでもうしばらくはお別れだもの。何年後になるのか。そっか、そうだね。マヤ君、ハルちゃん、それじゃあ私はもう行くね。どうか幸せに。大切な人生を生きて。ナスノ！さよなら。またいつか会う日まで。うん、さよなら、なっちゃん。ええ、さよなら。必ずまた私たちは会えるわ。その時までのお別れを。戻ってきたわね。ああ、行っちまったな、ナスノ。うん。朝日だ。ようやくこの屋敷に朝が来たわ。長かったな。いろんなことがあった。三ツ矢くん。いろんなことが、何にした？帰ろうか。全部終わったんだから。宗師に言われた通り、俺たちはちゃんと生き残ったんだから。そうだね。帰ろっか、いつもの通りの毎日に。二人で一緒にね。いや、お前らほんと付き合えるんやろな。ちょっと複雑な心境や。それからすぐ俺たちは切り立てを抜け出した。切り立ての外では警察官が一人こちらを見つめていた。なぜ？知ってる？誰かの前が子供の帰りが遅いことを心配して警察に知らせたようだった。なるほどね。そういうことか。俺たちが簡単に事情を話すと、警官は機嫌そうな顔をしながら邸内に入り、そして恐怖に叫んだ。事件はその後、力本篤馬によるものだと警察は発表したが、人間技と思えない死体の損壊具合がどこからか広まって例の幸せではないかと噂され始めた。しばらくは俺と春菜に詳しい事情を求めてやってくる者が絶えなかったが、一月ほど経ってようやくその足も、途絶え始めた。マヤは自分の犯した罪を正直に告白し、その場で取り調べを受けてから警察に連れて行かれた。別れ際、彼は俺たちにもう一度謝ってから罪を償ってくると弱々しく笑い去っていった。あれから彼とは会っていない。あの日、切り家庭で起きたことは明らかにするつもりはなかった。たとえ真実を語っても認めるものは少ないだろうから。まあそうやな。信じられないよな。なら俺たちは固く口を閉ざして、切り家庭で起きた全てを箱の中に閉じていようと思う。真実は誰にも明かさずに、ずっとこのまま。いつしか町の人たちはこう事件を、この事件をこう呼ぶようになった。切り家庭幻想と。おしゃれな町の人たちは。その感想はいらんな、ごめんなさい。なるほど。いや、これはもう計られたものなのか、運命と言うべきなのか。いろいろな事情を持った4人が偶然絡み合いっていうわけでもないですけどもね。幼馴染や学校の友達がこんなことになるね。これもう本当運命のね、いたずらなのか。偶然ってめちゃめちゃありますからね、本当に。この僕もね、30何年生きてきてる中で、そんな近くにいたみたいな。でもね、お互い顔も知らない間だったみたいな。そういうこともね、あるわけですよ。まあ、ちょっとあの、
活動してる人じゃないから具体的な人の名前は言えませんけども、取り違いが実は好きな者同士だったとね、うん、で この人もね、傷つけた母親の子供と友達になってたりとかね、僕なんか一見信じられないことが起きるのが、ね、人生ですよね。でちょっと人死にすぎて悲しかったな。でもこれなんかないの、なんかこう生き返るみたいな、生き返ったら生き返ったでそれは作品としてどうなんだって話になりますけど、なんかこのなんとか幻想シリーズがですね、何個か出てるんですよ。この二人、つまりね、春菜とね、ミツヤ生きてるじゃないですか。この二人なんか関係あるのかな。あ、あ、ちょっと夢がだ。お、山岸やかな。え、これちょっと待って、最後のメッセージ言おうがなかった。ちょっと誰か解説してコメントで。一瞬過ぎて分かんなかった。また3年後シャバに戻ってくるのか、マヤ。あ、関係なかった。学生だからね。とうとうここも取り壊されることになっちゃったね。事件があったせいもあるけど、ここにはもう誰も住まないみたいだし。いや、住めるか。まあその方がいいんじゃないかな。ここはいろんな思いが込められすぎてる。解放してやらなきゃダメだよ。そうだね。その代わりに私たちが皆の思いを忘れずにいてあげなきゃいけないんだよね。そうだね。忘れないということが救いだったりしますよ。人によっては。あの日のことを忘れずに生きていかなきゃ。だね。だな。うん。ねえ、ミツヤくん。私、ミツヤくんと同じ大学に進むことになったから。これからもよろしくね。おいおい、そんなこと全然言ってなかっただろう。相変わらず思いついたらすぐ行動なんだろうな、春菜は。ま、これからもよろしくな。お前の面倒を頼まれちまったわけだし。ああ、何よ、その言い方。どっかでナスノちゃんが泣いてるわよ。あ、悪かった、悪かった。じゃあ帰るか。これにて見納めだ。うん。本当にどこかでナスノちゃんが見てくれてるかな。あっちのことなんて私たちにはまるでわからないけど、笑顔で私たちを見守ってくれてたらいいよね。ああ、あいつならきっとそうしてくれてるさ。そうだよな、ナスノ。ええ、そうかもしれないわね。幸せにね、二人とも。エンド。霧が晴れた日。なるほどね。霧が定義だからね。これもハッピーエンド、ハッピー、うん、ハッピーではないけど、トゥルエンドですね。はい、ということで、切り替え幻想をやっていきましたが、いかがだったでしょうか。かなり推理小説の、ファンの方のようで、かなりね、いろいろ絡まった人間関係と謎、殺人、ゴースト、まあ、いろいろね、入り混じってましたけども、こういった作品、近い作品がまたあったりとかするのか、似たような作品があるのかな、ちょっとやってみないと分かりませんけど、全然また違う毛色の感じなのか、なんとか幻想シリーズ。またね、ちょっとやる機会がありましたらやらせていただきたいと思います。中学生7人がちょっと、あれですよね、その肝試しに、こういう廃墟とかね、洋館に来るっていう設定がまず熱いですよね。うん、そこに熱さを感じている時点で僕はどうなのか分かりませんけども。若かりし頃の好奇心みたいな、そこに出てくる得体の知れないものみたいなものが僕は好きだったりするので、はい、いいおじさんが何を言ってるのかということで、ご視聴いただきありがとうございました。それではまた違う動画でお会いしましょう。それでは、したっけ。